今から15年前、私たちがソ連と呼んだ国が歴史の彼方に姿を消しました。ソビエト社会主義共和国連邦。アメリカと世界を二つに分けて争った超大国でした。その崩壊は誰もが予想しないほどわずかな時間で起きました。 崩壊の引き金を引いた事件は、国会に望むある別荘から始まりました。1991年8月、ゴルバチョフ大統領はここで休暇を過ごしていました。そこへ、社会主義体制を守ろうとするクレムリンの保守派が押しかけ、大統領を軟禁するという事件が起こりました。大統領の安否は分からず、世界に衝撃が走りました。 BBC's Business Breakfast, This Morning's News Headlines. ミハール・ゴルバチョフ has been removed as President of the Soviet Union. Early this morning, the Soviet news agency TASS said that Mr. ゴルバチョフ could not continue in office.2 時間前に入った最初のニュースでは、ゴルバチョフ大統領がソ連の大統領の座を追われ、強行路線派のヤナーエフ氏が公認の座についたというニュースが入りました。休暇を取っていたブッシュ大統領は、19日、急遽ワシントンに戻り、 ホワイトハウスに国家安全保障会議のメンバーを招集し、ソビエトの政変に対する声明を発表しました。声明の中でブッシュ大統領は、ソビエトでこの数時間に起きた出来事は憲法に違反しており、こうした手段が取られ続ける限り、ソビエトへの経済支援を差し控えることを明らかにしました。それから2年後、クーデターを起こした保守派は、 国家反逆罪などで起訴されました。共産党、そして軍や KGB の幹部12人。彼らはゴルバチョフの側近としてソビエトの改革を担っていたはずの顔ぶれでした。しかし、ペレストロイカが行き詰まる中、連邦のあり方をめぐってゴルバチョフと対立。このままでは連邦は立ち行かないという危機感が、 事件のきっかけとなりました。クーデター事件はわずか3日で終わりました。保守派に立ち向かい勝利したのはエリツィンでした。ロシア共和国大統領エリツィンと連邦大統領ゴルバチョフの力関係が逆転。連邦は崩壊へと一気に進んでいきます。 Для этого еще раз напомню, как зарождалась новейшая российская история. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. 連邦崩壊の引き金となったクーデター事件とは何だったのか。これまで取り上げられることのなかったクーデター死亡者たちの証言をもとに事件の真相に迫ります。連邦崩壊から15年。 ロシアの人々は経済的繁栄を享受するようになりました共産党支配のもと鉄のカーテンで閉ざされたソビエト時代は過去のものとなりました事件が起きた当時ソビエト社会は破局的な様相を見せていました市場経済の導入などペレストロイカは国家経済を混乱させ物不足が深刻化先の見えない改革路線に 保守派は不審を募らしていましたゴルバチョフがテレビに登場すると誰もがすぐにスイッチを切るというほどゴルバチョフは嫌われていました彼の中身のないおしゃべりには終わりがなく生活の水準は悪くなる一方でした誰もがゴルバチョフに腹を立てていたのです 独立運動や民族紛争が各地に広がり連邦を束ねてきた中央集権的政治体制も大きく揺らいでいました15の共和国がその権限の拡大を相次いで要求し始めました保守派はゴルバチョフの対応が不十分だと批判を強めていました ゴルバチョフが大統領制を導入しようとした時私たちは共和国で問題が起きると警告しましたゴルバチョフが大統領になれば共和国でも大統領が登場し分離主義がますます強まると私たちは心配したのですしかしゴルバチョフは連邦大統領の権限を強化すれば何も起こらないし 全てが解決されると主張し、私たちの言うことを聞こうとはしませんでした。しかしその後、各共和国に次々と大統領が出現し、ゴルバチョフとの間に対立が生まれたのです。1991年8月、不満を募らせる保守派にとって見過ごすことのできない事態が起きました。ゴルバチョフが連邦と共和国との間で、 新しい条約を8月20日に調印すると発表したのです。連邦の権限を大幅に共和国に移そうとしていました。しかし、その内容は保守派には知らされていませんでした。 Договор создает предпосылки для глубоких изменений к лучшему во всех сферах общественной и государственной жизни. 14 числа 8月20日に調印される予定の条約でした。その条約によれば、新しい国名は主権国家連邦となっていました。我々が愛するソビエト社会主義共和国連邦とは大きくかけ離れていました。彼は、 それを人々に知らせるために条約文書を新聞社にリークしました8月15日新連邦条約の内容が政府の機関紙イズベスチアに掲載されましたクーデター事件の4日前のことでしたそこに示された国名はソビエト主権国家連邦 社会主義という言葉はどこにもありません。共産党中心の国家体制を維持しようとする保守派にとって受け入れられないものでした。さらに条約では、加盟国は全ての問題で自主的に決定する権利を持つとされ、連邦の権限は大幅に縮小されていました。保守派にとっては連邦の解体と映る内容でした。 この事態に危機感を持った保守派は行動を起こします閣僚全員が集まりました会議を召集したのは首相のパブロフでした話し合いが行われたのは確か kgb の別館だったと思います。レーニン通りの奥にある建物です。我々は。今のまま。新連邦条約の調印を許してはならないという結論になりました。核ミサイルを扱う戦略ロケット軍を分割するなんて、とんでもないことです。 欧空についても同じです連邦で統一された戦力を共和国で平等に分割するのはとても危険です受け入れることなど絶対にできません実際に我々がこの条約を検討した時ソビエト連邦は170から180の国家に分裂するという結論に至りました なぜなら、共和国だけでなく、共和国の中にある自治共和国や民族管区にも条約に調印することが認められていたからです。私の故郷には、エベンキという民族管区がありますが、そのエベンキがアゼルバイジャン、グルジアといった共和国と同じ権限を持つことになります。これは完全な崩壊であり、分裂であると思いました。 これは本当の大惨事です条約の内容は衝撃的でしたこの条約が8月20日に調印されればソビエト連邦はもはや存在しなくなるのです私たちは残された時間はわずか2日だと気づき大支給で行動を起こすことにしたのです 保養地として名高い海沿岸のクリミア半島この頃ゴルバチョフはこの半島の先端に位置するフォロスの大統領専用別荘で家族と共に夏休みを過ごしていました8月18日 保守派が別荘を訪れました。シェーニン共産党書記、ボルジン大統領府長官、ワレンニコフ陸軍総司令官、そして KGB の警護責任者、ゲネラロフラー6人でした。ゴルバチョフに非常事態の宣言に署名させることが目的だったとシェーニンは言います。 我々はホロスに行かなければならないと決定しました。新連邦条約の調印は絶対に許すことはできません。憲法に則っ,って非常事態を宣言し、国を守るよう大統領に迫るつもりでした。保守派の突然の訪問は、ゴルバチョフにとって予想していなかったことでした。 我々が到着するとゴルバチョフは私は休暇中だし病気だだから誰とも会いたくないと言いましたそこでボルジンが「大統領あなたと真剣な話をしなければなりません我が国の生死に関わる問題なのですあなたの決断が必要です」と言いました そうしたら「じゃあ入りたまえ」ということになり大統領の執務室に入りましたゴルバチョフは体調が悪く腰痛に苦しんでいる様子でしたマッサージなどの治療を受けていました 彼は腰にウールのショールを巻いて出てきましたゴルバチョフにこう言いました我々は条約案を読みましたあの内容では国家と国民の運命憲法とその体制の行方を大変懸念せざるを得ないとゴルバチョフはこう答えました私も分かっている だから今、論文を書いているところだ。それをプラウダに載せるつもりだ。ワレンニコフが食ってかかりました。論文を書いている場合ではないでしょう。必要なのは具体策です。私はこう言いました。今取るべき最善の策は、非常事態を宣言することだと。彼はこう答えました。 あなたは軍人だから簡単に考えるが、非常事態はそんなに安々とできるものではない。号令とは違うのだ。非常事態を導入したら打ち合いになり、流血の事態になる。数十人では済まない。数千人が死ぬことになる。保守派は、ゴルバチョフに新連邦条約は取り下げるべきで、連邦の秩序を取り戻すために、 非常事態宣言を出すべきだと詰め寄りました全員の発言を聞き終えたゴルバチョフは私に何をしろというんだと言いましたそれに対して非常事態宣言に署名してくださいと求めました私は署名はしない。 モスクワにはヤナエフ副大統領やアブロフ首相それに君たちもいるじゃないか自分たちで決定したまえとゴルバチョフは言いましたワレンニコフが食い下がりました何も対策を取れないのであればあなたは辞任すべきだ政治的決定を下すことが大統領の仕事でしょう するとゴルバチョフは勝手にしろどうせうまくいかないんだからと言ったのです我々はゴルバチョフと握手をし別れの挨拶をして立ち去りましたゴルバチョフは保守派の主張には同調せず別荘にとどまりました ゴルバチョフに同行していた大統領補佐官のチェルニャーエフは、この時、別荘のすぐ隣にある事務室で執務していました。保守派によって電話回線がすべて遮断されたと証言します。受話器を取りましたが、何も音がしませんでした。 部屋には一般回線政府専用回線内戦など4種類の電話がありましたがどれも通じませんでした KGB のゲネラロフとは顔見知りだったので彼に聞きました私はここから出ることができないのか彼はこう答えました私は軍人です命令を遂行しているだけですネズミ1匹通しません 事件当時ゴルバチョフは軟禁されモスクワに戻ることができなかったと伝えられましたしかし今回の保守派の証言はこれを覆す内容でした通信回線が切られたのはゴルバチョフの執務室だけでした他の部屋の電話はすべて通じていました敷地内にはゲスストハウスもあり チェルニアエフはそこから電話できましたまた、自動車にも通信設備があったのでそれを使うこともできたはずですチェルニャーエフが私のところにやってきてこう言いました私はモスクワに出かけなければなりません私はどうぞどうぞと答えました彼は何も妨害がないと分かったはずですしかしその後 私に電話をかけてきて、私は出かけません。大統領とここに残りますと伝えてきました。ゴルバチョフが我々と共に行動することを拒んだので、彼をホロスに残すことにしました。しかし彼は好きな時に電話できました。すぐそばに電話付きの自動車もありましたから。 また我々と一緒にモスクワに帰ることもできたのですはっきり言いましょう軟禁されたというのは嘘ですあの地域には大統領の警護官だけでなく国境警備隊など770人もの兵士がいましたゴルバチョフがその気になれば770人を指揮して 簡単に我々を逮捕すすることもでできたはずです国の行方を憂いている我々のことを「ならず者」と見るなら彼は我々を逮捕してモスクワに戻って何でもできたはずです行動を奪われていたというゴルバチョフ側に対し保守派は「 ゴルバチョフが別荘に留まったのは自発的なもので、事の成り行きを見守ろうとしていたと主張します。軟禁があったかどうかをめぐっては、今も双方の主張が対立したままです。 ゴルバチョフを説得できなかった保守派は、モスクワに戻り、クレムリンで待機していた仲間と会合を持ちました。そして、非常事態委員会を結成し、ゴルバチョフ抜きで行動を開始します。8月19日早朝、保守派は、

Вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года вице-президент СССР Янаев. 緊急事態委員会の声明の後、テレビは一日中白鳥の湖を流し続けました。それは、かつてのクレムリンの指導者の死去の時を思い起こさせるものでした。国民の多くは、どのような事態が起きているのか、わからないままでした。 ようやく夕方になって非常事態委員会の記者会見が開かれました委員会を代表したのはその日大統領代行になったヤナーエフでした 非常事態宣言の後、モスクワ市内には500台を超える戦車や装甲車が出動し、治安部隊も配置についていました。しかし、出動した部隊の役割をめぐっては、保守派の中で意見が一致していませんでした。 政府機関などの警備だけに留めるか、反対派の鎮圧まで行うのか。非常事態委員会の方針は固まっていなかったのです。私が軍を導入しました。ニコ師団に出動を命じました。その目的は、市民のデモを鎮圧したり、 解散させることではありません。クレムリンや警察など国の重要施設や財産を警備するためでした。正常な市民生活に必要な社会秩序を守るため軍を配備したのです。最も大切なことは ソビエト連邦を救うことでした同時に流血の惨事は何としても避けたいと考えていました共産党初期である私の立場は「軍隊は絶対に撤退させてはいけない」というものですロシア共和国ビルの周囲に集まった連中を蹴散らし エリツィンの拠点を掌握すべきだと私は言い続けていました。その私の立場は逮捕された後も裁判にかけられた時も決して変わることはありませんでした。軍と治安部隊を指揮していたヤゾフとクリュチコフは流血の事態は何としても避けたいと考えていました。出動した兵士は市民の抗議を受けても 反撃することはありませんでした当時モスクワ市長だったポポフは軍に戦う意思がないことは明らかだったと言います街にはたくさんの戦車が並んでいましたそれを女性たちが取り囲んでいました彼女たちは兵士にお茶や牛乳、食べ物を差し入れていました 兵士たちは彼女たちと話をしていましたこの軍隊は戦わないだろうと一目で分かりました保守派には事態を切り開くはっきりとした方針がありませんでしたメンバーの中にはゴルバチョフの賛同が得られることへの期待も残っていたといいます 私はヤナエフと面会をしました彼になぜこんなことに加担するのかなぜやめないのかと聞きましたするとヤナエフは心配するなゴルバチョフは帰ってくるすべてうまくいくもし委員会に参加しなかったら自分はおしまいだと言ってこんなふうに額に指を当てました一体どうしたらいいんだろうと言っていました 明確な指導者を持たないまま、どのように権力を掌握していくのか、保守派は苦慮していました。ゴルバチョフへの期待を残す一方で、ロシア共和国の大統領だったエリツィンへの接近を図るという計画もあったといいます。19日朝、パブロフ、ヤゾフ、バクラーノフの3人が、 エリティンの別荘に行くはずでした。ところがパブロフが病気になり、計画が潰れました。我々はエリティンと話し合い、そこで全てを決めるつもりでした。彼の態度次第で、彼を自由にさせるか、させないか、あるいは何らかの合意のもとに協力していくか。 私は合意できるのではないかと考えていましたこの計画を実行できなかったのが最大の誤算でした洋人たちの別荘が立ち並ぶモスクワ郊外のアルハンゲリス地区19日朝。 非常事態宣言を知ったエリツィン側には動揺が走りました。すでに別荘は KGB の特殊部隊が包囲していました。 エリチンの警護を担当していたコルジャコフは最悪の事態になったと感じていましたもちろん怖かったです。強力な KGB と国防省を相手にほんの小さな部隊しかいないのですから多勢に無勢ですもし踏み込まれていたら5分も経たずに踏み潰されていたでしょう 周りの森には KGB の部隊が待機していましたこちらはわずか8人頼りない用心棒といったところでしたエリチンの側近ハズブラートフはこの日の朝のエリチンの様子をこう話しています 朝7時ごろ別荘に駆けつけましたエリツィンは呆然と座っていてさえない風鎖でひげも剃っていませんでしたエリツィンはおののきたじろいでいました彼はつぶやきましたこれで終わりだなクリチコフが私を逮捕しに来る私は言いましたまだ逮捕はされていないのですから 諦めずに戦いましょうまずは顔を洗って髭を剃ってください別荘に集まった側近たちは事態の分析を始めます注目したのはゴルバチョフの同意なしに作られた非常事態委員会には法的根拠がないという点でしたそこを攻撃するためにはエリツィンの性的 ゴルバチョフの立場を擁護することが必要となります。副審の一人、ウルブリスは、エリチィンにその方針を受け入れさせようとしました。ゴルバチョフを守るという方針を取ったことで、我々は法的根拠を得ました。 非常事態委員会は憲法に違反してゴルバチョフの権限を奪ったのですですから非常事態委員会のどんな措置も合法ではありえません非常事態は布告されていましたがその権限を持っているのは大統領だけでさらに最高会議の承認も必要ですしかしその手続きは取られていませんでした これに対して我々は法的正当性を武器に非常事態委員会と戦うことにしたのです。エリチンの反撃が始まります。ホワイトハウスと呼ばれるロシア共和国最高会議ビルがその拠点になりました。保守派の行動を非合法のクーデターと断定。 9 часов Только что по радио объявили приказ номер один этого комитета. Уже сам этот приказ, состоящий там из 9, по-моему, пунктов, сразу говорит, куда эти авантюристы хотят толкнуть. Нашу страну верить народ наш, опять без закония, которые не экзократно, конечно, были уже в нашей стране. 19-й день, в течение вышел из здания Хойта 集まった民衆に戦車の上から呼びかけようとしたのです私はエリチンがホワイトハウスの外に出るのには反対でした戦車の上に登るなどもってのほかです我々がエリチンの執務室で作業をしていると秘書が入ってきました そしてエリツィンに戦車が来ています何人かの兵士が群衆と話をしていますと報告したのです非常事態委員会が指揮する戦車の上に立って演説しようとしたエリツィンを側近たちは止めようとしました 私は言いました何を言うんです<何>それはいけませんそしたらなぜだと聞くので隣のビルの屋上から誰かが狙っているかもしれません戦車の兵士が群衆と話しているのも裏があるかもしれませんわだかもしれませんといや私は行くと エリチィンは言いましたそうなれば仕方がありませんつまりですねエリチィンは傑出した政治的嗅覚直感のようなものを持っていますあの場面には大きな意味がありました象徴的な意味と現実的な意味があったのですエリチィンが戦車の上から国民に呼びかけている 戦車とはすなわちソビエトの全体主義と軍事機構を象徴するものですその上からロシアで初めて民主的な選挙で選ばれた大統領が国民に向かって呼びかけたのです「 戦車の上に立ち保守派の行動を非合法のクーデターと決めつけたエリスこの演説によって エリツィンは民衆を味方につけることに成功します。19日から20日にかけ、ホワイトハウス周辺では、軍や治安部隊の攻撃に備え、バリケードが築かれました。ホワイトハウスの内部でも防衛体制が取られていきます。十分な装備もないまま、 ロシア内務省の兵士や政府の警護官などが防衛に当たりました。事態に対処するため、側近たちは新たな作戦を立てました。ゴルバチョフが不在の連邦政府に代わって、エリチンの名前で大統領令を出し、ロシア政府が軍の指揮権を取るというものです。 エリツィンの行動に多数の市民が支持を表明する中、軍も味方に取り込もうとするものでした。モスクワ市内に展開した軍や治安部隊に向けて、ブルブリスはラジオで撤退を呼びかけました。 アアロ,シロ,ロシア政府のラジオでの呼びかけは市民にも伝わり街頭に出る人々の数は増え続けていましたしかし市内の要所要所に配置された戦車や装甲車に 動きはありませんでした市民は兵士に向かって抗議や説得を続けていました二十日夜ホワイトハウス周辺は緊張に包まれていました 軍や治安部隊による攻撃の準備が始まっているという噂が飛び交っていたのですしかしホワイトハウス周辺に集まった人々は非常事態委員会が外出禁止令を出しても帰ろうとはしませんでした現在ですね、えー、NHK の支局があります、えー、モスクワア 佐防衛環状道路の前をソビエト軍の戦車がロシア共和国最高会議の方向に向かって走っていますその数は30台近く走り抜けていきました21日未明ついに流血の事態が起こります 3人の若者がパトロールで移動する戦車に巻き込まれて死亡したのですこの事態に保守派の内部に動揺が起こります不穏な空気が高まる中シェーニンらがあくまで軍による包囲を維持すべきだと主張するのに対し クリュチコフ KGB 議長とヤゾフ国防相は、軍と治安部隊の撤退を決断します。21日の朝、私はヤゾフ国防相のところに出かけました。ヤゾフは、軍の幹部会が撤退を主張しているのを知っているかと質問してきました。私は、撤退を決めるのは幹部会ではない。 あなたが決めるべきことだと言ってやりました。ヤゾフたちが軍を撤退させるというのなら、我々だけで最後までやってみせるつもりでした。しかし、撤退の決定はすでになされていました。 非常事態を布告することを決めた時我々は自らにこう言い聞かせていました。もし流血の時代に陥る危険があればどのような段階にあっても直ちに非常事態を取りやめるそういう方針でした。明日の夜 3人の若者が死んで混乱が始まりましたその時点で我々はやめようと決断したのです国民に犠牲が出る可能性がありました内戦もありうると考えましたもし混乱が広がれば国民に銃を向けることになってしまいます国民に忠誠を誓っている我々軍人にはそれはできません だから私は軍を撤退させました朝を迎える頃戦車や装甲車が引き揚げを開始しました非常事態はわずか2日余りで終結 新連邦条約を阻止しようとした保守派の目論みは、エリツィンの大胆な行動によって崩れ去りました。エリツィンが保守派に勝利した直後、沈黙が続いていたゴルバチョフのメッセージが発表されます。 これは、ゴルバチョフがフォロスの別荘で密かに撮影していたビデオです。その内容は、自分が保守派には組みせず、事件の被害者であることをアピールするものでした。 22日未明ゴルバチョフはクリミア半島の別荘からモスクワに帰還しました非常事態委員会に関わった保守派のほとんどがエリチンによって逮捕されていましたわずか3日間で ゴルバチョフの権力基盤は崩れていました。エリツィンは権力を握っていました。連邦政府の名前で命令さえ出していました。ゴルバチョフは怒って。お前にそんな権限はないと言いましたが。取り消せたのは一部だけでした。二十二日。エリツィンの勝利を祝う大集会が開かれました。 集まった市民は20万人。人々は70年近くにわたってソビエト連邦を支配してきた共産党を公然と非難しました。この日、エリツィンは、帝政時代のロシア国旗をロシアの旗とすることを宣言。連邦離れをさらに強めました。 поддерживать контакты с руководителями многих государств мира. Я обратился с посланием к президенту Шапушу. Российской Федерации сегодня приняло решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг. Хустанака. こうした中... エリツィンはゴルバチョフを権力の座からさらに引き離そうと画策しますエリツィンは権力交代を見せつけましたそれはまるで芝居のようでしたエリツィンはロシア共和国の議会でゴルバチョフを露骨に侮辱しました 私はロシア議会には行くなと言ったんです。ゴルバチョフがそこに出て行くと全てが終わる気がしていたからです。翌23日、エリツィンは連邦大統領ゴルバチョフをロシア共和国の最高会議に呼び出します。エリツィンはゴルバチョフの側近がクーデターを起こしたことを厳しく非難しました。 Вот Борис Николаевич, мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. А вот сочетайте. Товарищи, для разрядки решите подписать указ.

8月24日、ゴルバチョフは共産党書記長を辞任、同時に共産党中央委員会を解散しました。これによってソビエト連邦を支えてきた権力の中枢が消滅することになりました。ソビエト連邦は一気に崩壊へと進んでいきます。クーデター事件から15年、 事件に関わった人たちは、こうした事態をどのように捉えているのでしょうか。エリツィンたちのような急進改革派は、例えば新しくホテルを建てるのに、今あるホテルを全部壊します。彼らは我々が、インターナショナルという歌の中で、暴力の世界を基礎から取り壊すと歌うことを批判しますが、彼らは分かっていないのです。 我々が壊そうとしているのは国家ではなく暴力なのです。家を修理するのに火薬で家を爆破し、ゼロから立て直す必要はありません。彼らがやったことはまさにそういうことだったのです。クーデター事件で我々が手にしたのは実体のある権力ではなく権力の可能性だったのです。 例えば地震や洪水のような災害が起きてビルや工場が倒壊したとしましょう最初にしなければならないことは被災地を片付けることです次にしなければならないのは何を建てるのかその計画を決めることですそしてようやく建設作業が始まりますあの時ソビエト連邦の国家機構が 根幹から崩れたのです。それは大災害と同じでした。しかし、我々には何も手がかりはなく、訓練された人材もなく、何をどのようにして行うかについての意見の統一もありませんでした。我々にあったのは自由を求める思いだけで、それをどのようにして作るのかは分かっていなかったのです。 保守派の最後の抵抗となったクーデター事件の3ヶ月半後、歴史の舞台はベロベージュと呼ばれる森に移ります。ロシア、ウクライナ、そしてベラルーシ。わずか3つの共和国の首脳がここに集まり、ソビエト連邦を消滅させました。後編は、 ベロベージュの森で繰り広げられた、ロシア共和国大統領エリツィンと、それに立ちはだかったウクライナとの戦いに迫ります。